伊豆大図鑑始まります。はい、ということで今日も始まりました、はい、伊豆大図鑑、はい、伊豆大図鑑、はい、橋本隆之直筆でございます、はい、もうネタが切れちゃったな。いやそう、前回もそうやって言ってましたでもまた新たに来たので、はいはい、あの一番最初にやったやつとかまたちょっと思い出して、うん、何でも復活するもう何やったか分かんないんだけどあの、アーカイブを見ると残ってますので、というですね、伊豆大図鑑、静岡県は伊豆半島のど真ん中多郷にあります1号ステーションからの、はい、収録でございます、はいはい、公開なんですけど今日たまたまお客さんが、はい、あのちょっとあのなんだろう、時期その雪降ったりとかいろんなことあったりとかして、ね、ちょっと収録日がずれたのもあってですね、はい、はい、ということですけれどもね、はい、まさにですね、1号ステーションは、うん、まあ、今の文化の発信地点という考え方もできるかなと僕は思ってるんですけど、そうしたいなと思ってるんですね、はい、ね、はい、あの文化って言ってもね、いろんな、まあ、あの文化があるわけですけれども、そのまあ人のね、この習慣的な、または人の関わり的な文化もあれば、うん、それから、人がこう生み出した、こういわゆる音楽とか、うん、そういったものもあれば、または人のこの手が作り出すものとか、うん、いろいろあったりすると思うんですけど、そうですね、うん、あの私たちはカルチャー for you っていうキャッチフレーズを作ってます、はい、カルチャー for you です、うん、こういったの書いてみましょうか、はいはい、いいですね、はい、そのホワイトボードね、長いこと使ってないんですよそもそもあのこういうふうに使おうよって言ってホワイトボード置いてみたんですけどね、今回、はい、ね、あ、え、今ごめんなさい、もう for の for が、うん、読んだんですね、うんうん、このなんかこの意味は何かあるんですか。はい、これね、この4っていうのはですね、まあ、これはあなたのためのカルチャーなんか、はい、なんだけども、いわゆる、うん、いや僕はもうこう、うん、こう来るかと思ったわけですよね、はい、はいはい、それが、はい、で、For You で地域、はい、日本語にの、はい、ため地域の、うん、あ、地域の文化を、はい、ごめんなさいね、はいはい、変形しちゃってください、はい、地域の文化を守る、はい、守る、伝える、伝える、作る、作る、はい、広める、広めるの4つ、守る、伝える、作る、貯める、広める、あ、ごめんなさい、広める、たじゃね、もう間違えてるもう一回やろう、守る、伝える、作る、広める、はい、この4つの思いが、うん、この数字の4になって、うん、ためにというところが含まれているということで、カルチャー for you、 地域の文化を、まあ、あなたに守る、伝える、作る、広めるということでございます、はい、どうでしょうか。あ、いいと思いますね。いや、このもうまず4はちょっと意外でした、はい、うん、ということでこういうことをね、日頃考えてこんなことばっかり考えていやいや、これ大事ですよね、うん、はい、はい、それで、今ですね、この辺ですかね、あ、全部入るかな、うん、っていうのは今やろうと思ってるのはですね、実は伊豆を、特に鴨地区、はい、天城よりも南の方の人たち、はい、ここの人たちが、人口が減少し、うん、高齢化になってて、産業がなかなかこう広まっていかない、うん、困ったなっていう中でですね、はい、職人の文化を作ったらどうかというふうに考えてるんですね。というのは、企業誘致をするのはなかなか難しいですね、うん、あの海はあるんだけど、でも港は小さいし、だから大きな船で運ぶこともできない、うん、まあ、そしてあの平野も狭いですね、うん、ですので、そうじゃなくて、あの一人親方になって、うん、そこで集団でいろんなことをやって発信していったら、そしたらそこに定住する人がきっとできてくるだろう、うん、またはそれにまつわって人が集まってくるだろう、はいはい、っていうことを今考えてですね、うん、そして、この伝統的な文化の、で文化を使って、それをから新しいものを作り出し、そして広めていって人々が集まってくるような、はい、そういう工夫ができないかなって今考えてるわけですね。なるほど、はい、はい、でそれで今一つはですね、あの天城の山があるので木を使って木工をやろうかっていうね、はい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 、木工集団をそこで作っていこう、うん、
でいうことでですね、諏訪1月、頭から、あ、12月の終わり、1月の頭からですね、木工塾というのをですね、はい、始めたんです、はいはいはい、で木工をやる人たちをそこで育てて、はい、そしてそこに、住み着いてもらって、うん、そして将来的にはそこで木工の学校ができないかな、あ、はい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 、っていうふうに思ったんですね、うん、今時刻は、はい、収録時間は今午後5時になりました、ね、金が鳴ってるからね、はい、うん、あ、そっか、うん、いわゆる伊豆半島を考えた時に、はい、鴨地方というのは実を言うと、はい、鉄道がこう通ってない、うん、部分になって、まあ、伊豆半島の中では、うん、まあ、一番こう遠いところになって、うん、で逆にその分だけ自然が豊かに残ってて、うん、人のこの何だろう、うん、この温かさもものすごくある、うん、深い場所でもあったりする、はいはい、ただまあ、今の時代のこの便利さから言ったらちょっと、不便になってるので、うん、人の減少が起きている、うん、でも逆にそこを逆手にとって自然を相手に、うん、その木を使ってそれを作り出すということですよね、はい、そうですね、うん、そういうことができないかなっていうことで、はい、実際も動き出したんですね、うん、ずっと自分はこれからその木工職人として職業にしたい、はいはい、っていう人が今7人来てくれてるかな、あ、はい、もう今すでに7人の方、うん、7人集めてくれてますね、はい、それからあとですね、趣味でやりたい、はいはいはい、そういう人がもう12人かな、あ、じゃあもう合わせて19人、うん、はいはい、これはもう一つのなんか大きなものになってきましたね、うん、ね、うん、はい、でそれをもっともっとこう広めていくっていうね、うん、そういうことをやっていきたいなというふうに思ってるんです、はい、ね、木工塾、うん、はい、これは、伊豆半島の松崎ですね、ですね、はいはい、昔はね商業の港としてすごく栄えた、うん、土地だったりはするんですけれどもね、うんうん、それで今商業の港っていうふうに言ったんですが、今度そこからですね、輸出してたものっていうか輸出庫ではなかったんですが、はいはい、そこから横浜へ運び出して、うん、そして海外に輸出してたものなんですね、はいはいはい、それが繭、キートなんですね、はいはいはい、はい、ということは松崎シルクっていうふうに言われたぐらいですね、はいはい、キートが生産が盛んだったんですね、はいはい、でその繊維との関わりがあるということで、うん、そこでですね、もう今新しい繊維をこれからまたねっていうか金を作るような産業が起こっていってもいいかなと思うんですが、うん、そこまでなかなかいかないので、はい、とりあえずはですね布をこう細く切っていってですね、はい、そしてそれで、この織物をやろう、はいはいはい、っていうことをですね、うん、始めました、はい、でそれ松崎工房っていうですね、はい、工房を作ったんですよ、うん、松崎町峰和の48の1という住所のところにですね、はい、工房を作りまして、でそこで木工をやったりその先織りをやったりということをやってるんですね、うん、はいはい、でその先織りの方もですね、あ、これ先織りっていうんですね、あ、ごめんなさい、そうですね、元の布はどういう、うん、元の布はね、何でもいいんです、はい、でもしかしたら古着の布とか、うん、そういうのもそうですね、はい、というより古着が古着の文化っていうのも日本ではありましてね、はいはい、京都大阪で使い古したものを古着として江戸で古着屋っていうのが商売するんですね、はいはいはい、そして今度その古着をですね東北の方に今度持っていくんですよ、はい、でそこでは今度今ね細く割いてですね、はい、そしてまた作り直すんですね、はい、まさにリサイクルですね、リサイクルですから、もうそして最後は紐にして終わりにすると、はいはいはい、いうようなそういうことを江戸時代はやってたんですね、はいはい、でこの布をこの切っていく、うん、そういう技術は何て言うんですか、うん、でそれでその布をまあ裂くというわけですね、はい、裂く、はい、で細く裂いていって、そして長い紐を作り上げるわけです、はい、少しずつのこう残していけば、はいはいはい、そうすると長い紐になるわけですね、うん、そして繊維になりますから、うん、それをまあ織り上げていくということで、はいはい、裂き織りというですね、裂いてから織り上げるから裂き織り、だから引き裂くの裂くという字を書いて、うん、裂きで織物の織りで裂き織りという技術、はいはい、でこれもだから古い技術なんですけどね、はいはい、でそれを新しく芸術にこう引っ張り上げた人がいるんですね、はいはいはい、でまあ、その人の今指導を受けてですね、うん、それでその松崎の工房でそれもやろうということを始めたんですね、はい、なるほどなるほど、そっか、今さっきのね木工でいくと、うん、例えばそういう木を切ったり削ったり、うん、はい、そういうの
には向いてないんだよなって、うん、でもあの特に女性の方なんかだったら、うん、そのそういう、こう織物とか、うん、そういうのに興味があってね、うん、やりたいって思ってらっしゃる方も、でも、はい、あの木工はね、うん、あのその出来栄えはともかくですよ、うん、なんか例えばそこにある木を持ってきてなんか削ったらできそうなんですけど、うん、はいはい、織物はそう簡単にどうやってやったらいいかわからないですよね。そうですね、だから指導者がいて、うん、そして道具を揃えなきゃ、まあ、うん、木工の方もねこれ大変なんですよ、まあ、あの機械を揃えなきゃ、あ、そうですよね、木工も木工の機械あのちゃんとやればね、そのだから工房を作って、うん、そしてそこに機械設置して、はい、そしてちゃんと電気も配線してって、はいはい、足をかけてるんですよ、うんうん、こう見えても、はいはい、こう見えても、はい、うん、じゃあその松崎では、うん、木工塾と、うん、先織の、うん、工房が、はい、もうすでにあるということで、で先織の方はですね、これを去年の7月から始めたんですよ、はいはいはい、でその時に初級コース10人募集をしたんですね、はいはい、で10人募集したんですが12人集まってくれたんです、はいはいはい、あの本当にもう口コミぐらいの感じでやったんですけどね、うん、でも12人来てくれて、でその人初級の人たちは今度今中級コースということで参加してるんですね、はいはいはい、ほぼ半年ですけれども、うん、そこで中級、そうですね、はい、そしてあのランクアップしたところでまた初級コースっていうのを募集したんですね、はいはい、でまたそこで、今7人だったかな、はいはい、の人たちが来てくださってるんですよ、はいはいはい、でまたなんかそれで順番にこうランクアップしていって、うんうん、最終的にはもっとでもこう広めるというところまで、ね、はいはい、で自分たちが創作活動しそして広めていってくれる、はい、でしかも最終的にはその作品として出来上がって、うんうん、それをまた販売していくということで、その場合にはまた伊豆を知的に楽しむの通販サイトが使われると思います、うんうんうん、そうですね、はい、と、はい、いうことで、まあ、作品発表会もこの3月にやろうと思ってるんですけどね、はい、これまだ具体的には決まってない、3月の23日から、はい、うん、4月1日までですね、はい、やろうと思ってます、はい、場所は、あ、場所はいつもの通り旧与田邸を使って、はい、旧与田邸にこの春休みに来ていただけると、うん、 そうですね、はい、その先織の、技術を使った、はい、展示会があると、ね、はい、まあ、その時もこの展示もやりますけど、ね、はいはい、ぜひですねこの伊豆半島の、はい、この本当に温暖なね、うん、いい土地柄です、はい、そこで育まれる、うん、このいわゆる平成のような新しいこの文化というかね、はい、そういったものをですね皆さん感じていただければと思います、うん、はい、はい、ということで、今日のですね伊豆大図鑑は、はい、Culture for You、 かっこいい守る、伝える、作る、広めるでございます、はい、はい、ということで、はい、今日のですね伊豆大図鑑はここまで終わります、はい、ということでね皆さん、はい、ぜひ木工塾とそれから先織の展示会来てください、旧与田邸です、はい、終わります。